ホワイトデーなのに私がもらっちゃいましたありがとうございます。今日は僕の誕生日、おめでとうございます。誕生日早いですね。てかもう3月10日です。早すぎるね。私はまだやっと1月後半になったかなぐらいの感覚です。全然3月感ない。うん、まあ2月はね、28日しかないので今年全然なかったね。3月なのに寒い。でも最近ちょっと暖かくなってきたかなぐらい、まあ、寒いは寒いんですけど。あ、チェリオとエンジェルなぎよしさん、あ、すごい。なんか次は花束のタワー、ありがとうございます。え、こんなに、すいません、ありがとうございます。ありがとう、うん、いろんな種類のタワーあるんですね、かわいい明日から暖かいみたいだよ。うん、そっか、明日からか。本当に暖かくなるかな。ね、私はいつもダウンを着てレッスンとか行ってるから、ダウンとか、まあ薄着の時もあるっちゃあるんだけど、ダウン着ないぐらい暖かくなってほしい。もうパーカーで歩けますよぐらいがいいな。なんか降ってきた。今日歩きましたあ、散歩ってことですか。偉いです。お、あゆまるアットマーク選抜おめでとうございます。タワーありがとうございます。あゆまるさん、選抜復帰ありがとうございます。うん、お祝いタワーいただきました。北海道民なのに寒いの苦手っていうのはよく言われるんですけど、でもね、北海道の人ほど結構寒がりなとこはあると思うんですよ、絶対。だって北海道は、まあ、あんま冬は外で歩かないし、子供はね外で遊んだりすると思うけど、外で遊んだりするときはいつもね、なんていうの、あれなんだっけ、スキーとかで行くときさ着るやつなんだっけあれあ、スキーウェア、スキーウェアを着て外で遊んだりとかしてるし、あとはそうだな、でも出歩く時も絶対車だし、そうだからね、寒さは実はあんまり得意じゃないんですよすぐ家の中に入るし、家あったかいしね。小学生の頃はね、低学年の頃だけどスキーウェアを着て通学してました。そうだからね、遅刻ギリギリに行くとね、スキーウェアを脱ぐ時間がちょっとやばいみたいになるんだよね。そうだから朝の会始まってるのにスキーウェア脱いでるみたいなことが結構ありました。ね、あと帽子とかもかぶっても本当に帽子がもう雪で、雪の塊でもうなんかすごいことになって、それを剥がすのが大変だったし、
とにかく大変です。うん、うちらはジャージ登校でした。ジャージもいいよね。でもなんか高校生に、高校生とか中学生になるとジャージで登校しちゃダメみたいな、登下校ジャージはダメですみたいなさ、なんか校則あったよね。あれってなんでなんだろう。別にジャージでもよくないって思うんですけど、なんでなんだろう。絶対制服ですみたいな。体育の授業がもし一番最後の授業でも絶対制服に着替えてください。ジャージでいいじゃんって思うなんで、なんでですか。でもまあ怪我とかしてたらまあジャージはいいんですけど、あ、中学校は OK だったの。へえ、いいな。うん、やっぱ動きやすいのがいいです。え、小学校はなぜか素足っていう謎のルールがあったよ。え、靴下履いたらダメってことですか。なんじゃそりゃ。そんなことある。失望を刺激するためじゃね。あー、身長伸びるとかそういうあれかな。小さいうちは裸足で過ごした方がみたいな、健康ですみたいな考え方。うん、まあ、ありそう、ありそうではあるかも。うん、うん、ガビを踏んじゃった人もいた。めっちゃ痛いそれ。私のお兄ちゃんもね、昔ガビを踏んだ時あってめっちゃ痛そうだった。ね、なんで床にガビが落ちてるんだろうって感じだけど、ま、ガビは使うか。うん、画鋲を机に置いてくいたずらあった。それいじめじゃんそれはあかんですよね。え、画鋲、画鋲めっちゃ痛い、痛そう。うん、画鋲、画鋲、画鋲ダジャレ。うん、みんなは今日何してたんですか。
今日はでもまあ平日なのでね、お仕事だったと思うんですけど、仕事ですよね。うん、みんな仕事。あ、整理。なるほど、部屋の片付けですか。いちご食べてました。なんてメルヘンだ。あ、でも大体の人が仕事ですね。おお。うん、お休みでお昼寝してました。あ、最高。いいですね。画像作ってた？すごい。私は今日お昼ご飯にね、そばを食べたいって思ってたの。そうだけど今日オフだったので、まあ行こうとは思ってたんだけど、なんかめんどくさくなっちゃって、そう、うん、なんか食べに行かなかった結局。なんかね、最近すごいそばが食べたくて、昨日も食べたんですけど、今日も食べたかったなーっていう日だった。でもそばは食べてません。うん、また近いうちにね、なんか見かけたらそばのお店入ろうかな。うん、何そば。私はでもね、基本、どうだろう、いろんなの食べたいな。昔はもう盛りそばかざるそばだったんですよ。そうでもね、そうだね、とろろそばとか山菜そばとか、なめこのそばとか、かきたまそばとか、なんかいろんなそば好きです。でも昔、ざるそばと盛りそばの違いが分かんなくて、昔の自分はなんか海苔が乗ってるのが嫌だったんですよ。でもなんかどっちに海苔が乗ってるのかってなんか知らなくて、なんか毎回毎回、これ海苔乗ってないのどっちなんだろうって考えながら、じゃあ盛りそばでとかって選んでた。結局ザルそばが海苔乗ってるんだよね。あれ、わかんない。同じ、どっちも同じですか。盛りそばに乗ってる。盛りが乗ってない、ザルが乗ってるんですかね。じゃあザルそばに乗ってるのか、ザルに海苔ですね。なんか今は海苔が乗ってても乗ってなくても別にどっちでもいいんで、なんかそんな気にしなくなったんですけど、うん、ザルか。うん、カモセイロも好きです。あー、美味しそう。カモね、カモ美味しいよね。カモとそばはすごく合うんですよ。そう、めちゃくちゃ美味しいです。うん、ね、私が今そばの話してるから、多分みんな今そばが食べたいでしょ。そば美味しいよ、ね、夜ご飯今日そばだね、絶対。安いし、お値段もね安いので、そばは最高です。うん、
富士そば、なんかみんな富士そば率高くない？富士そば行こっかなとか。富士そばおすすめ。そんなに富士そば派が多いですね。私行ったことないの富士そば。まだ東京に来てそのそば屋さん開拓してってないので、いろんなそば屋さん回りたいですけどね。うん、てかでも昨日そば食べたのがもう東京来て3回目ぐらいのそばだった。本当に食べに行ったことない、東京来て。ラーメンとかはまあ何回かあるんだけど、全然ない。ゆで太郎ね、ゆで太郎美味しいよね。うん、ゆで太郎は札幌で食べたことあります。東京でも1回だけあるか。チェーン店だからね、すごい美味しい。東京に甘いそば、甘いそば、甘いそばか。そばは甘くなくていいかな。でもなんかゆずそばとその普通のそばとっていうの3種類ぐらいのそばを食べ比べしながら食べれるお店があるらしくて、そこもなんか行ってみたいなって思うんですけど、絶対でも美味しいですよね。ゆずそば、ゆずの風味がするそば。うん、なんでそば好きなの？うん、でもそばはアレルギーじゃない限り嫌いな人はそんないないと思うんですけど、私はよくあのおじいちゃんにそば屋さんに連れてってもらってて、昔いつも連れてってもらいました。よく行ってましたね。そう、おじいちゃんに蕎麦屋さんに連れてってもらって、いつも蕎麦とあのエビの天ぷら、すっごい大きいエビの天ぷらを出してるお店があって、そこでいつも食べてました。蕎麦の思い出がだからめちゃくちゃある。あのおじいちゃんに関しては。そうね、よくあの連れてってもらってました。懐かしい。多分ね、おじいちゃんもそばが好きなんだと思います。自分で打つ。でもそば一回だけなんか作ったことある。それもなんか地元で、ちっちゃい時になんか地元のなんていうんですか、あの施設があって、そこになんか年齢が同じぐらいの子供たちみんなで泊まって、なんかレクリエーションっていうんですか、あレクをやったりとかして遊んだりするみたいな会があったんですけど、そこでなんかそば作り体験とかもあって、そば作りしました。そう、そば作りとかソーセージ作り体験とかもしました。うん、あ公民館、そう公民館でなんかその募集を募ってみたいな。そういうのがありました。なんかね、キャンドルの夕べみたいな会があって、それに参加したりとかしてました。小学生の頃ですね。
まあ切るのが難しかった。ちょっとずらして切ってずらして切ってみたいな。そうだからみんなそば太くなってましたなんか太いそば、まあ太いそばもありますけどね。そのうどんですね、もうもはやうどんになってました。でも自分で作らなくていいかな。私は食べに行きたいです。はい、うん、職人さんが作った方がもう断然美味しいです。でもね、私のファンの方で蕎麦屋さんを経営してるなんかファンの方がいるんですけどその方はオンラインお話し会でいつもあの画面映るじゃないですか。そしたら蕎麦作ってるんですよ、その人蕎麦作りながら仕込み中だよみたいなめっちゃ面白い。そうね、いや明日も頑張ってくださいみたいなすごいよね。でもさ、そば作ってんだよ、すごくない？普通にすごいよ。本物です、本物の方がいるんですよ。そう、ね、何のお店かはちょっと聞いたことないんですけどそう、業務報告ですねはい、業務報告受けるっていうね。あ、そば作ってますか、よかったみたいなでも仕込みってほんと大変だと思いますよ。なんかご飯屋さんやってる方ってほんとにね、絶対朝からだし朝早いだろうし大変ですね。うん、午前中が勝負だよね。あ、そうなんですか。午前中が勝負なの。もし食べ物屋やるなら何選ぶ。なんだろう、なんでしょうね。でもなんかおにぎり屋さんとかすごいいいなって思う。なんか和食かな。でも和食屋さんってね難しいよね。まあ、焼肉屋さんとかやりたいんだけど、でもうん、そうですね。あ、カフェかクレープ屋。あ、ごめん、スイーツのこと考えてなかった。うん、なんかおにぎり屋さん的な、なんかそう、うん、あ、でもスープカレーのお店とかやってみたい。スープカレーも最近すごい食べたくてね。でも東京のどこのスープカレー屋さんに行ったらいいんだろうって思ってる。なんか東京のスープカレーのイメージがなくて、まあどこにでもあると思うんですけど、でも探してますうん、スープカレー食べたことない。え、美味しいですよ。めちゃくちゃ美味しい。
菜はゴロゴロ入ってた方がいいですね。あとは大きめの骨付きチキンと、あ、下北沢、確かに下北沢はスープカレーのイメージあるかも。東京のスープカレーは渋谷の素揚げと新宿の東京ドミニカが美味しいです。渋谷と新宿か、やっぱその辺は多いですよね。どうしよう。下北なら古着屋です。私あんま古着着ないんですよね、オンラインお話し会行きたい。設定がわからないからどうしたらいいの。お、オンラインお話し会ね、オンラインお話し会はちょっと準備難しいって聞くんですけど私のツイッターのリンクから飛んでもらって申し込みお願いします。今日から申し込みできるんでぜひお願いします。Wi-Fi は切って参加します。そうなんですよ、あの Wi-Fi つけてるとね回線が悪くなるんですよね。そう、お寿司のネタで何が一番好きですか。なぎちゃんよければ教えて。お寿司のネタはやっぱりサーモンが一番好きです。でも北海道のお寿司とかだとホタテとかも好き。でも一番はやっぱサーモンですかね。ああわかる、そうだよね、本当に美味しい。マグロもねすごい美味しいけど、なんかマグロもちょっと生臭い時が結構あるとあんまりあれなんですね。そう、でもやっぱお高いところで食べるとまあ何でも美味しい、ウニも美味しいし。炙り美味しいよね、炙りサーモン好き。あ、縁側も美味しい。でもその北海道でこの間撮影あったんですけど、その時はもうお寿司食べたんですけどめっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかったです。はい、2軒ぐらいお寿司屋さん行ったんですけど、花丸さんっていうところ、覚えてるのは花丸さんっていう場所、名前ね、こうめっちゃ美味しかった。でもそこは結構リーズナブルな感じだった。花丸っていうところのお寿司美味しかった。回ってないですね。でもはい、ランチとかでいいなと思いました。
私はでも札幌だね、札幌のお店でした、私行ったの。北海道行った時普通のスーパーのお寿司でも感動したえ、そうですか、そうかな、わかんない。でもあんまり、まあ、よく食べてたけど、そうかな。でも東京に来てスーパーでお寿司買ったことないです。私納豆巻きならよく買うんですけど、何違うものですか。寿司食べたくなってきたさっきはそば食べたくなって今は寿司が食べたいコロコロ変わります、この配信を見てると。でもね、サバのお寿司は私食べれないんですよね。そう、コストコのお寿司、ああよくねインスタで見ます。コストコはでもサーモンとかめっちゃ大きいよね、あれ食べてみたい。お寿司で寿司食べるときあら汁注文する？注文しないかな。でも絶対必ずお寿司食べるときに注文するのは茶碗蒸し。茶碗蒸しはもうねマストですね絶対茶碗蒸しがなきゃって感じです。茶碗蒸しも花丸さんの茶碗蒸し本当美味しかった。中にエビとかねいろいろ入ってたんだけど、エビがちゃんと蒸されてるエビじゃなくてなんかプリプリしてるエビなんですよ。超、美味しくてびっくりしました。え停電になったんですけど今茶碗蒸し食べたい。てか好物茶碗蒸しになるぐらい茶碗蒸しが好き。そう停電になった今。私の家はねちょっと電気のなんかスイッチが紛らわしくて、なんかねスイッチが2つあるんですけど、上が洗面所の電気で下がなんかこのリビングの電気なんですけど、上か下かっていう分かんなくなるの。そう。書いとけばって、いやそこまでしなくていいかな、まあ、え？ YouTube
YouTube で茶碗蒸しのお風呂に入ってほしい。え、どんなお風呂、どんなお風呂ですかそれ。茶碗蒸し食べたいけど自分で作れないまあ簡単だと思うんですけどね。あ、でも電子レンジで作れる簡単茶碗蒸しみたいなの見たことあります。なんか、何の素だっけな、とりあえず卵、溶き卵と、なんか、なんだっけ、お茶漬けの素かなんかを入れて電子レンジに入れるとできるよみたいな。お水とか入れてたか忘れたけど、出てきるんだって。そう、ああ、松茸のお吸い物、ああそれかな、お吸い物だ、お吸い物のなんか素を入れてみたいなやつ。そう、カップ麺の残り作れる、まあ作れるか、それもそれで美味しそうだけど、あ、カップ麺、カップ麺も食べたい、食べたいのいっぱいある、やばい。カップ麺美味しいよね。謎肉うまいね。あれかな、ね、シーフードヌードルとかの、あのカップヌードルに入ってる四角いあれだよね、お肉。確かに謎肉だね、あれ、謎のお肉が入ってる。でもあれ美味しいよね。私はね、シーフード派なんですよ、圧倒的。でもトマトも好きです、あのシリーズで出てる。カップ麺はあんま食べてなかったな。インスタントなら、まあ、辛ラーメンとかをよく食べてたんだけど、カップ麺ほんと最近食べてなくて、ホタテ鶏、あ、食べたことあるかも、それ、それ美味しい、美味しいよね、うん、あ、そう、チリトマトカップラーメン、一時期すごいハマってました。
関係ないけどカニ味噌好き。あ、美味しいですね。カニ味噌も美味しい。カニって高いんだよね。なんかカニが高いっていうのを東京に来て知りました。高いんだけど、なんかそのカニ道楽とかってあるじゃないですか。なんかもう高級店って感じなんですよね、あそこで。今までなんかそういう存在を知らなくて。でみんな結構カニ食べたいとかって言うじゃないですか。なんでそんなカニ食べたいんだろうって思ってたけど、カニは高級品なんですねなんかそうね、そうなんです。あんま分かってなかったです、カニが高いって。まあ、北海道でも別に高いは高いけど、そんな、安いわけではないんですけど、美味しいですよね、カニね。なんかその撮影の時にカニの缶詰をいただいたんですけど、お兄ちゃんがそれ使って、そのなんかカニのカニをお米に入れて、それを炊飯器で炊いてました。めちゃくちゃ美味しそうだった。2缶もらったので1人1缶ねっていう決まりでお兄ちゃんはなんかご飯で作ってました。私はどうやってそのカニの缶詰を使おうって今考えてるんですけど、どうしよう。やっぱでもご飯がいいですよね。迷ってます。カニ飯、カニ飯美味しそう。なんかイクラとかももらったんですよ、いただいたので。でもそのカニ飯の上にイクラをかけて食べるのもまあ美味しそうだなって思います。贅沢すぎる。カニの缶詰、私食べたことなかったから。今夜は北海道から送られてきた殻付きのホタテ食べます。美味しいよね、めちゃくちゃ美味しい。ホタテはよくお家で食べてた記憶あります、殻付きのやつ。なんかお父さんが得意なんですよ、そういうのをなんか捌くのが。食べてました。美味しいよね。新鮮なのってほんと全然違うんですよ、あの回転寿司とかに回ってるホタテ。そう、全然食感とか違う、美味しい。
もやっぱホタテも生きてるから、その身を食べた時にあのかじるとね、身がギュッてなんか一回なるんですよ、ギュッて。それがその感覚がでもびっくりするかも、なんか食べた時にうおってなるそう、生きてるからこそのなんかそういうね、身がギュッて硬くなるんですよ。食べたことある人はね、なんかわかると思うんですけど、そう、身がそうギュッて締まるんですよ、なんかかじると。柔らかいんですけど、かじるとグッてなんか、そう、それがびっくりする。お母さんはね、それがちょっと苦手って言ってました。なんかそう、リアルな食レポ、新鮮だとそうなんですよ、新鮮な証拠なんですけど。でもホタテの耳も好きです、耳大好き。あ、そう、さっきまで生きてた証拠、ちょっと生々しいんだけど、そう、耳っていうの、え、耳って言わないですか？私ずっと耳って言ってる、ホタテの耳でもホタテの耳はあんまお店で出回ってる？なんか、ね、あんま貝柱はよく出るけど、耳ってあんまりね見たことないお店で。貝ひもって自分のところは言う。ああ、そうなんだ。ひも、ひもっていうのか。まあ確かにひもだけど。そうなんだ。ローストビーフは好き。大好きですよ。トカチのローストビーフをいつも食べます。誕生日になると。めっちゃくちゃ美味しいです、そこ。すごい、次から次へと私の大好きな食べ物の名前が出てきます、このコメント欄は。すごいですね。うん、ローストビーフ大好き。そうだね、私はあの食べ物の話ばっかりするので、うん、毎日食べ物のことが頭でいっぱいです。まあそれ以外も話はね全然するんですけど、はい、やっぱ人間なんで食べることを考えちゃうんですよ。
好物ってなんだっけ。なんかね、私好きな食べ物ありすぎて、なんかどれが大好物なのかわかんない自分で。ずっと焼肉焼肉って言ってたけど、もちろんお好み焼きも大好きだし、なんか何が一番好きなんだろうってなってます。わからないです。うん、最近は本当に海鮮が多かったので、ご飯お肉も食べたいかな。うん、今食べたいのはお肉とそばです。いや、そばかな。そばが一番食べたい今は。でもそばってカロリー低いじゃないですか。だからなんか毎日そば食べてたら痩せるかなって思っていや、それはないか。いや、でも痩せそう。でもね、そば湯あるじゃないですか。そばとそば湯、その蕎麦を茹でた蕎麦のお湯、それをちゃんと飲んだ方がいいらしいです。なんか蕎麦を食べると筋肉がね、なんかねつきやすくなるか、筋肉が硬くなれるのか、なんかそういうので、つきやすくなるだったかな。だから蕎麦湯を飲んで軽減するみたいなことをどっかで読んだんですけど、いや正しいかちょっと知らないんですけど、とね、飲んだ方がいいらしいです、うん、ルチン、あ、そう、ルチン、ルチンがどったらこったら、いや、なんか忘れちゃったでもそば湯はとりあえず飲んだ方がいい。私はそば湯好きなのでいつも飲んでます。でも昨日食べたそばはそば湯あったんですけど、なんか久しぶりにそば食べ、久しぶりすぎてそば食べたのが、なんかそば湯飲むの忘れて帰っちゃったの。帰ってきて気づいた、あ、そういえばそば湯飲んでないわって。悲しかったです、すごい。なんかそば湯を飲んでこそそばを食べた気分になるみたいな感じなので、私はなんかそう、なんか物足りないなって思いながら帰ったんですけど、あ、それかって思いました。なんで忘れたんですかね。もったいないこともしました。ね、ちょっと損した気分になりましたそば湯は無料なんですけど、損した気分になった。そう、え、贅沢な食事ばかりしてるイメージが増してく。なんで？そばは高くないですよ。でも昨日食べたそばはその高そうってなるんだけど、1000円も行ってないですよ。え、行ってた？安いんですよ。リーズナブルなそばだった。そうそう、
か東京の蕎麦屋さんは確かに1000円切ると安い方、確かに。まあ、あの場所代とかね、そういうのもある。いい場所にあればあるほど高いからね。そうですね。だから銀座とかの蕎麦屋さんは絶対高いんだろうなと思います。私はこのあとすぐ予定があるので、そろそろランキングを読ませていただきます。13位はアウルさん、ありがとうございます。12位はおっくんアットマークなぎなぎちゅうさん、ありがとうございます。11位はがっちゃんさん、ありがとうございます。10位はフォーコー4月9日楽しみ香港のなぎなぎちゅうさん、おお待ってます、ありがとうございます。で9位はしゅんごさん、ありがとうございます。8位は大粒ちゃん、ありがとうございます。7位はメロメロンさん、ありがとうございます。6位はトカチンさん、ありがとうございます。5位はカキアットマークなぎなぎちゅうさん、ありがとうございます。4位はカンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。3位はユーポー、またお話し会楽しみです、待ってますね、ありがとうございます。2位はあゆまるさん、ありがとうございます。1位はチエリオータエンジェルなぎよしさん、ありがとうございます。拍手。この後私はちょっとレッスンがあるので、今日は遅めのレッスンですね。はい、じゃあレッスン頑張ってきます。ファイティーファイティー。ふう、まあ食べ物の話ばっかしましたが、お腹空いたんですけども、夜ご飯は食べないって決めたのではい、レッスンしてお腹空かせて寝ます。今日ははい6379人の皆さん、ありがとうございました。バイバーイ。